潟城にありました。この博物館は大人一人200円で入れます。でとりあえず八潟城についてみて思ったんですけど、車で走ってみて分かったんですが、すごいでっかいです。これ川辺がここで、これも全部城だっていうことなんですけど、でかい。ちょっとね、低レベルのものです。これ再現なんでね、これで車の跡とかもね、もうこれ池があったりとか、すごいね、これ。こんな池作ってたらしいんだけど。あとで取材行きますけど、やっぱりこれは岩の上に築かれた城ですね。石垣があんまりないって話なんだけど、そんなことないかな。規模が凄まじい。八潟城があっちにあって、近くの河原です。なんかすごい岩壁ありますけど、何個かねレンガっぽいの落ちてたんですけど、このちっちゃいのも落ちてて、これがですね、この荒川の河原に落ち取りました。ですね、コンクリついてますけど、絶対レンガです。これ石に変わってるけど、これ半分石に変わってんな。うそ、レンガだなこれ。すごいレンガです。石に変化してる。こういうちっちゃいのがいっぱい落ちてて、まあ、この辺も多分レンガだと思うんですけど、これを家に持って帰って何にするんだろう。まあいいや、とりあえず持って帰ります。埼玉県何市かな、八潟城、寄居町かな、の八潟城のレンガでした。インスタ映え。